よろしくお願いします。お願いします。まずは会社紹介をお願いします。はい、サムライインキュベーターの榊原と申します。弊社はですね、今会社できて14期目に入りました。今日本とイスラエルとアフリカと中国に展開しておりまして、で2つの事業があります。1つはスタートアップ投資という形で、まあ、今のブランチの国々中心に今、約もうちょっと200社ぐらいですね、投資をしておりまして、一方でそういったスタートアップを活用して、いわゆる日本の大企業さんが新しい新規事業とかイノベーションを起こしたいというニーズがありまして、大企業さんと一緒に新規事業を行っている、まあ、コンサルティング事業の2つを行っている会社でございます。はい、ありがとうございます。次にですね、今後のビジネス展開についてお聞かせください。はい、そうですね、本当にやりたいことはたくさんあるんですけど、まあ、基本的にそのさっきのスタートアップが01を作る部分と、あと日本の大企業さんが、まあ、1から、それを100とか1万とか1億にするわけなんですけど、その2軸で今は日本とイスラエル、アフリカ、中国なんですけども、基本的には日本の国を強くしたいなと思ってますんで、日本の国が頼れて来れるような国になるような事業っていうのを、今は200ですけど、それが1000とか2000とか1万とか、よりたくさんの人が幸福を感じるようなビジネスをたくさん作っていければいいかなと思っております。ありがとうございます。そうしましたら最後に、今後起業をしていきたいですとか、新しい事業を展開していきたいといったイノベーションを起こしていきたい人々に一言お願いします。はい、そうですね、うちの経営理念でもあるんですけども、やはり一歩踏み出すことが一番重要かなと思ってますので、僕も昔そうだったんですけど、できるできないんじゃないかなっていう形でアクションしなかった方がたくさんいて、僕もそうだったんですけど、そうじゃなくて、できるできないなくやるかやらないかでアクションすると、世界って本当に変わりますので、そういった、まあ、小さな一歩でもいいんですけど、そういった一歩が新しいビジネスだったりとか、世界を変える第一歩になりますので、そういった方が少しでも増えればいいかなと思っております。